はい、おはようございます。木曜日です。もう完全に寝ました。さっき私勘違いして、なんか起きてるような雰囲気を作ってるんです。これから見ると。あの鏡、テレビに映る、あ、くしゃみしてます。もう寝ました。確実に寝てます。くしゃみして、起きてます。だけど行きますよ。喋れますよ。喋る動画が、しかありません。私の生きる道は喋るしかありません。私がイカちゃん人形の会社に入って、宝ですよ、今宝富で、葛飾亀有の方にて帰ってきて、沖縄に、沖縄が少ないから人員がで、たまたま戻されたんですよ。向こうで行ってたらもっと一流なすごい営業マンになってたと思いますけど、一応戻りました、沖縄で。で、その時の社長が言ってたのが、もうなんかあの会社悪かったんですかね、昨日も来てましたけど、あのブッチさんがで掲げてたのが、あの時ですね、 NPC だったんですかね、なんか看板方式って、トヨタがやっている看板を掲げて、クラウンを何で売りましょう、あなたは何で売りましょう、看板を掲げて売っていく、それを書いてたんですよ。私たちに生きる道は NP 何だっけしかありませんって書いてたんですよ。ごめんなさい、忘れました。もう何十年 NPC だよね。まあブッチも忘れてますでしょ、あれちょっとおかしいじゃんね。ブッチに聞いてきます。あれしかありませんって書いてたんですよ、ずっと。あれがもう頭に焼き付いてて、でですね、ちょっと一つだけこう余談ですけども、トヨタとか車を売りましょうって、いつで売りましょう、何で売りましょう、だから今日何で売りましたか、どこのマーク書いてくるんですよ、看板方式で、看板なんですよ、普通に。紙に書いてくるんですよ、何台トヨタのカローダがありました、クラウンがありました、書いてくるんですよ、ずーっと。周りに張り紙を下げてって、なんていうんですか、洗濯ばさみみたいな、たくさんね、自分のカードを置いてくるんですよ、何で売れました。毎日来るんですよ、その時には、テーブルも全部除去して、そこに、細長いテーブルに座ったらダメなんですよ。要するに来たら、もうそこで看板やって、とにかく営業に行け。でも、ここで私から、私の経験で得たもので言いますと、車1台売る分ね、書いたら、あれ正解だと思うんですよ。なんで売れたか。追求していくのも。あれ、タカちゃんに、だから、リカちゃん人形とか、トランスフォーマーとか、もういろんなのいっぱい、バンダイの商品もいっぱいあるんですよ。全部書き換えてるんですよ。何を売ればいいのかな、もうわかんないんですよ。朝行っても。土曜何個売ればいいのかなって。特に私はプラモデル売ってる。一人でプラモデルを売ってる家だったんで。まあ、言えば、あの時も今考えたら嫌われてたんですよね、会社から。なんでもかな、島袋俊一っていうのがいたんですよ。あれはプラモデルじゃなかったんですよ。私はプラモデルだけ持ってされたんですよ。これを売ってこいって。で、ひたすらプラモデルを売りに行ったんですよ。新人の頃。入って、間もない頃。もうリスクがありすぎたですよね。ただ、ちょっと待ってください。はい。女の、可愛い女の子でしたよって母ちゃんの子なんで。小さな声で、女性でした。今日も元気で行きました。弁当買って毎日やってほぼ来てますよ、あの人は。まあ助かりますよ。で、何を話してるんですか、2回目ですよね。で、話してたのは、そのリケちゃん人形の会社でやってておかしかったって話でした。で、私はその宝っていうリケちゃん人形の宝トミーの会社でプラモデルに何とか回されて、あの時から嫌われてたんでしょうねっていう話でした。でも売れました。なぜかって言ったら、私ちょっと単純なんで、子供たちといっぱい喋ったら、子供はいっぱい喋ってくれるんでしょ、親父なんで。親父言うか、まあ、あの時は20歳ぐらいだったんで、まだ20何歳ぐらいだったんで、大卒の1年目なので、22、34ぐらい、喋ってくれるんでしょ。で、これ流行るからって教えてくれるんですよ。で、ミニ四駆が流行るからって、私は取り入れて、バンバン売りましたよ、一人で。そしたら最後、みんな怒ってましたよ。なんでミニ四駆がないんだって。世間が騒ぎでしたら、怒りました。私に嫌われて、リカちゃん人形とか売らさずに、リンリン電話も売らさずに、プラモデルだけ売ってこいって言って、人たちが売れるようになったら、
私が横取りしたみたいになってました。ここも嫌われ者はそこから始まってたっていうお話をしたかったです。その時の、あのブッチーさんってわかりますかね、なんか外事というか、かわいそうなところで弁当いつも食べるんですよ。あれはもう私の上司だったんですよ、そのリカちゃん人形で。だからその人が、いろいろ知ってるんで今話するんですけども、聞いたら、それはあのブッチーが言ってたらしいですよ。リカちゃん人形、トランスフォーマーがないって、俺が持って行っててバラしたみたいです。今最近聞きました。だからさ、まあ余談として、思って今、女の子、思い出したんですけども、さっき動画を見ててですね、私がずっと以前から外国語を習ってたりとか、外国語を言うか喋れたり、中国語を喋れてるっていうか、よくなんであれが上がってくるの、旅行系で上がるんですかね、よく上がってくるんですよ、まあ、渋谷にいるんですよ多分、東京に。で見てたら英語喋ったり中国語喋ったり、外人にどんな職業してますかってインタビューしてる動画作ってたんですよ。今日の動画で見たら。とか、いろんな動画を見てて、YouTube の世界で、今うまくいってる10万、20万とかいってる人たち、沖縄のあの旅行系の、沖縄のあの夫婦の YouTuber もそうですけど、若い子たちって頭いいなって思うの。私はまあ普通に弁当やりながら、弁当伸ばしながらやろうって思ってやってるんですけども、頭のいいユーチューバーはですね、例えばこの今ちょんまげ小僧が出たら、フィッシャーでもちょんまげ小僧とくっついたり、妥協しないで伸ばす方法を考えてるんですよ。どうもあの子はですね、メディアに行きたがってんじゃないかな。あそこでこうインタビューして、渋谷でああいう露出してバンバン英語喋ってたら、あれ誰かが捉えますよって言ったら、前から私言ってますけど、でいいんじゃない、なんで取らないんですかって私前にお話してますけど、あ、狙ってんじゃないかなと思うんですよ。逆に沖縄の YouTube で夫婦でやってるのも、ああいうコマーシャルとか上手ですよ、なんとかですよっていう、よくやるんですよ。親出してきたり、こういうもんですよとか、器具見せたり、なんで器具見せるのかな、なんで、あ、よく器具の、なんか、こういうカメラを使ってますって書いて、意味がわからなかったんですよ。関係ないじゃないですか、YouTube 作る上で。YouTube で例えば沖縄旅行で何とか夫婦で旅行ですって書いてるの分かりますよ。そこにカメラとか何とか、まあ好きな人が見るのかなと思ったんですよ。それが扱えますよとか、そういうもんでしょ、なんかいろいろ意図があるんじゃないかって今思ってるんですよ。だからそういう、例えば着物着たりやって、沖縄に来て着物で動画上げると、こんなに沖縄のことを好きでいてありがとうって言いますけど、あれはもう案件狙いですよ、完璧な、私から見たら。ですけど、わからない YouTube 見てる人たちから見ると、こう、沖縄のその、なんていうんですかね、花笠とかいろいろ来て、なんかありがとうとかコメントとか見るんですよ、いろいろ。まあ確かに素晴らしいなって思いますけども、あれ案件狙いですよ、絶対皆さん。だから悪いんじゃないですよ。私はそういう部分で下手くそなんですよ、だから。まあ私みたいな親父には案件は来ないと思いますけども、一生懸命頑張ってて、伸ばしてる YouTube がいっぱいいるんですよ。1万とか2万とか。そういう人たちも、自分がアクションを起こさない限り、イベントやでもそうですよ。あそこに物持ってったらもうアクションですけども、アクションを起こさない限り、あの子がもっと伸びるだろうなと思ったんで、一回私はまあ、なんていうんですかね、そういう下ネタみたいなのを入れてきたんで、どうかなと思ったんですけども、わざとなのかな、若い子はあれがいいのかな、平気であの、あのちゃんとか、おばあちゃんとかも、あんな下ネタを、今の若い子って好きなのかな。昨日、トレーラーさんも来て、ちょっと行ったらずーっと喋ってますよ。私がちょっととっかかり行っただけで、ずーっと自分からも恥ずかしくなるぐらい喋ってたんで、なんか、好きなのかな、ああいうのがって。私はもう苦手でしたもん、喋ってたら。私が喋ったんで、最初に。最初に何だからかなって、あの子は何なのかなって言ったら、ずーっと自分からバン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 喋ってたんで、あ、これがまあ、フワちゃんの、ラジオみたいになってました。この下ネタみたいなのが、ここで。それがいいのかな？私は無理です。ああいうのは。ちょっとした自分の経験を話しただけなんですよ。こういう部下にこんな子がいて、こういうことがありましたって。来ていただいた時にはお話しますよ。ここでは話しません。孫や子供や、あのアンチが見てる。ここではあまり話しません。なんかの時に少し折り曲げては、折り込め、なんていうんですかね、入れてきますけども、
こうやって公にのは話しません。でもいっぱいの人面白い話がそういう、あ、何でかって言ったら、私はその部下、若い子たちと一緒にいつもいたんで、同行とかいろいろ言うんですよ。で、あの子たちは普通に真面目に正論でこう仕事のことを教えてると、あんまり元気出して働かないんですよ。だからもう仕方なくこう女性とかなんか夜飲みに行ったりとかいろいろやってくると、めちゃくちゃ頑張るんですよ。会社ものすごく良くなりますよ。それができてない会社はあんまり良くないんじゃないかなと思うんですよ。だからラジオで佐久間さんとかの話聞いてても、佐久間さんと山田久志さんの違いって言ったら、山田久志さんっていうのは土曜日やってますけども、昔は良かったと思います。でも今の佐久間さんは結構年はいってるけど、飲みに行ったネタとか友達がこうだったとか、ああいう、まあ今日は久保志織ちゃんが来てましたけども、ああいうのも織り交ぜてくんで、若い子たちがどんどん近寄ってくるんですよ。多分私の動画にはそれがないんで、やろうと思えばできますけど、いるじゃないですか、怒る人ができないんですよ。だからそういう今の YouTube の進化っていうか、変わってるところっていうのは、何かを見つけてそこへ行こうって自分で目標を立てて動いてるんじゃないかなっていうのがあります。ですから弁当屋さんも本来なら来ないお客さんを、旗がないからチキンカツがないからなんだからって 寝てるよりも、私は YouTube で呼びかけたり何かアクションを起こして来たお客さんを大事にして広げていくしかないかなと思ってます。まあ大変なことでありますけど、皆さんの商売にも置き換えて、私のこう動画からためになることから発信したいなと思います。今のところはそういうふうに何か見つけて、今日のこの課題は何かを見つけてそこへ行ってますよって、 YouTube の見方も変えていってもいいと思います。ですから私の部分は今やっていることっていうのは、まあ極端な話、コメントを遮断しててもうやり取りがない場まで、これは良かったんですよ。今までは線に行くまでは伸ばしてこれたんで、あれがあった時はもう本当大打撃をずーっと引きずってできないんですよ。動画が年取ってくるともう仕方ないかなって、おむつまさんとか北海道のいろんな人を見てると、やっぱりコメントで荒れて、炎上して伸ばしてるじゃないですか。私はまあ炎上とかはしたくないですけども、なんかそういうのもやっていくべきなのかなって思って、今の言うところが私の上を目指してるところです。そこが上を目指すところです。ですからできれば母ちゃんが正しいですとか、これが正しいですとか、なんか店をこうしたいです、あれはどうなったんだ、まあいいでしょう。まあそうやって、君島さんも言ってましたけども、世論山部のそういうコメントがないと伸びないって言ってました。だから知ってる人たちがやってくれてるもんだと思いますと思いながらも、一つ大人ですけども、なんかこう弁当屋の親父だからまあいいでしょ、何言っても。どうぞコメントしていただいて、叩いていただいて、くじけて、その代わりあのバカどもが来たら腹立つんですよね。もうここぞとばっかり行きますから、その時だけは助けてください。あれ本当にバカですよ。皆さん見てて分かりませんか。もう何ヶ月経っても死にかけてるって言って、もう死んでるかもしれないですよ。それでもあのバカ空手バカ一じゃないけど、あのバカ一族は、まあこれを突っ込む人またいますでしょ。あんまり言うもんじゃない、あんまり言わなかったらいつ分かるんですかって言いたくなりますよ。私はだから沖縄の人に言いましょう。沖縄の人にですよ。なんかYouTuber とか、YouTuber です。YouTuber じゃなくてもいいです。何か言われて、アンチな人が出てきたら、多分皆さん分からないと思うんで、アンチはビランキエって言う言葉を流行らせてください。使いやすいようにしてください、ね。アンチはビランキエっていう言葉を言って、もうご覧になるかな。最後にしてやってます。アンチはビランキエ。アンシェア。アンチとかアンシェとかアンサーマーとかいっぱいあるんですよ。アンスン、アン、もうとにかくいっぱいあるんです。もうわからない言葉がいっぱいあるんです。沖縄の方言は。ただ、何か言ってきたら、アンチャビアンケって言います。その時は助けてください。さよなら。